消費税、消費税、消費税は消費に対して課される租税。1953年にフランスオークラ省の官僚が考案した間接税の一種であり、財価、サービスの取引により生じる付加価値に着目して課税する仕組みである。消費した本人へ直接的に課税する直接消費税と消費行為を行った者が単税者であるものの、 納税義務者ではない間接消費税に分類できる。前者の直接消費税には、ゴルフ場利用税などが該当し、納税義務者が消費行為を行ったものであって、物品、またはサービスの提供者が徴収納付義務者、地方税の場合は、特別徴収義務者として、貸主体に代わって、徴収を行い、課税主体に納付することとなる。後者の間接消費税には、 酒税などが該当し、納税義務者は、物品の製造者、引き取り者、または販売者、あるいは、サービスの提供者であり、税目によって異なる。間接消費税はさらに課税対象とする物品、サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに、応じ、個別消費税と一般消費税に分類される。現在では160カ国ほどで導入され、 OECD 諸国の平均では税収のおおよそ31%を占めており、これは GDP の6.6%に相当する2012年。日本においては消費税法に規定する消費税と地方税法に規定する地方消費税の総称であり、付加価値税バットの一つに分類される。消費は所得の存在を前提として発生することから、 消費に課税することによって、所得税などで十分に把握できない所得に対して、間接的に課税することになる。ただし、所得の中には、貯蓄に回される部分があるために、所得の代償と消費の代償は、必ずしも一致せず、消費者の消費成功が、実際の消費税の負担に対して、影響を与える。一般消費税は、さらに以下に分類される。 かつての日本の経済学では、一般売上税、ジェネラルセールスタックス、GST とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造、卸売、小売の各段階のいずれか1段階で税される、単一段階課税と2つ以上の段階で課税される、多段階課税がある。多段階課税を採用した場合、次の段階に、 税負担を転嫁させていくピラミッド効果が発生し、それぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。こうした問題点を解消するために、納税義務者はその売り上げにかかる消費税ではなく、差額にかかる消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税、バットである。一般消費税は、 付加価値の算定方法により、所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることができる。前者は仕入れ計算時において、資本財の控除は、減価償却分しか認められないが、後者では、資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。消費税と一般消費税は、外見的には類似しているが、 一般消費税には所得に対して課税する、所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者がそもそも正直な所得の申告をし正確な納付をしているかを把握するのに、行政側のコストがかかり、公平性、水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は、 消費による支出を通じて、より正確な所得が把握できるという考えから、一般消費税による代替を求める。一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払い税、ラタックスシュールレペイモンツである。その後、1920年に売上税、1936年に 生産税、ラタックス・アラ・プロダクションと名称を変更しながら、現在の形になっていった。その後、1967年に EC 閣僚理事会において、フランスと同様の消費型付加価値税に基づく、一般消費税を中心とした、加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが、 一般売上税を一般消費税に変更した。これをきっかけに1969年に、オランダ、1970年に、ルクセンブルク、1971年に、ベルギー、1973年に、イギリス、イタリアと加盟国間において、一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ、議論の末に、バットン型の消費税が1989年に、 導入されることになった。個別消費税、セレクテッドエクスイズデューティスは特定あるいは一群の在価、サービスに対する課税である。課税の対象になる在価、サービスは特定的で税率も統一されていない。税率は量、重さ、強度、オクタン価、アルコール度数などが基準として使われている。 この方式で課税される対象としては三つの分類が考えられ、酒やタバコのような嗜好品に付加する嗜好品課税、ガソリンのように、貿易原則、受益者負担の原則に基づいて、特定の公共サービスを業ために関連した商品、サービスにかける目的税、その他のものを対象とした、車種品、娯楽用品、サービス課税と呼ばれる。 写真品や日常生活で用いられてはいるが、生活必需品とは言えない賞に課される。かつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。個別消費税は、元は内国消費税、エクスイズとして、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで、軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを藩として、 内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が新京都革命へと発展するが皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピア、オリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた挑発権などの国王体系を国王が返上する代わりに 内国消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か内国消費税の引上げが行われた。1733年に当時初代の首相ロバート・ボル・ポールが地層の削減、廃止と関税の引下げの代償にさらなる内国消費税の大引上げを図った。これに対して 性的のボリングブルック試着が噛みつき、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったために、ウォルポールは提案を撤回した。これを消費税危機、エクスイズ・クライシスという。産業革命以後には産業育成のために内国消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスでは、ジャンバティスト・コルベールが導入した塩の潜培性に、 付随してかけられたガベル、ゴベルと飲料品税に由来するエイド、図が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。ドイツでも17世紀後半以後サ間に導入されたが、あまりの効率に、国民生活の不安定と、国家財政の極度の個別消費税依存を招き、フェルディナントラッサールか厳しい批判を浴びた。このほかアメリカでも独立戦争時に、イギリスを真似て、 個別消費税を導入したが、1794年に、ウィスキー税に反対する、ウィスキー反乱が発生して、ジョージ・ワシントン政権を揺るがした。日本では、江戸時代以前の運上、名画が一種の個別消費税に相当するが、近代的な税制は、明治維新以後に、各種の間接税が導入されて以後である。特に主税は一時は、歳入中最大の割合を占めるほどになった。 戦後になって、シャウプ勧告と消費税法施行に伴って二度に、渡って、間接税の整理が行われる。総合消費税、ジェネラル・イクスペンリッチャー・タックスは、イギリスの経済学者、ニコラス・カルドアが提唱した方法で、スペンディングスタックス、支出税とも呼ばれる。個々の消費者がその年度内に発生した、在家・サービス支出を、税務署に自己申告を行い、 累進課税に基づく税額の算定に基づいて納付する。元は所得税を補完する税法として考案され、キャピタルゲインなどの所得からも支出に対する課税の形で税を徴収でき、かつ予貯金とその金利は支出に相当せずに課税されないために節約と貯蓄、例にもなるとされ、インドなどで一時導入が検討された。だが、すべての人が正確な納付を行うためには、 各個人が事故の支出に関する正確な記録を作成して、収入、支出、貯蓄に関するバランスシートを作成しなければならないことから、本格的に導入した国は存在しなかった。また、税務署が全居住者の収入、支出、貯蓄情報を把握する必要があるため、事務の煩雑さから実施が困難であると言える。 一般消費税による税収の全税収における割合は OECD 加盟国平均で20.2%である。一般消費税による税収の対 GDP 比は OECD 加盟国平均で6.8%である2016年。アメリカ合衆国では連邦政府によるバットに当たる税金はないが、州ごとに業者間取引には課されず、 最終的な消費者のみに課される売上税、セールズタックスがある。50の州のうち5つの州において、州ごとの売上税が課せられない。州ごとの売上税、ステートセールズタックスがないのは、アラスカ州、デラウェア州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州である。アメリカ合衆国議会では、何十年にもわたって、バットの導入について議論が持たれてきたが、 法人税、所得税に代表される直接税に比べて消費税、付加価値税など間接税が優れているとはみなせいという理由で国全体での採用は見送りとなっているアメリカの国税における直感比率は9対1。バットの場合は特に輸出に還付金が渡され輸入には課税される。点、法人税引き下げと セットにされやすい点など、議論の焦点となってきたことが、アメリカの公文書に多く残っている。1986年に広い免税範囲、7種類の重課税率7と12種類の特別税率という、複雑な税率構造、サービス業費課税、製造業者から直接購入できる、大規模小売業者に有利などの従来の、卸売売上税の歪みを、税、歳入における、 個人所得税への極端な依存を是正、社会保障給付の増加と保護主義的な経済政策で拡大した財政赤字の削減などのために10%で導入され、1989年に12.5%へ増税された。1994年から GDP 比の財政収支がプラスに転じた。軽減税率を導入せずに消費税の税率がすべて一律なため、 世界で最も課税ベースが広く、経済に対して最も中立的な付加価値税であるので、世界最高の96.4%の C 効率性を誇る。1999年にニュージーランド政府は最小のコストで安定した税収を得るためには、課税ベースの拡大と単一かつ定率の消費税だとの方針を確認している。 1986年の軽減税率なしの10%の消費税導入に日本のような国民の反発はなかった。背景としてニュージーランドでは社会保障費の制度を中負担中福祉にすることや低所得者への対応を消費税による税収から後で再分配する方が小売店も役所の負担が軽減されて効率的との政府方針を国民が受け入れたためである。 2006年に付加価値税収の総税収に占める割合は24.4%である。1967年に福祉国家建設のための公的部門への需要増加に対応してより広く安定した課税ベースを確立することを目的にデンマーク社会民主党によって10%で導入された。 1970年代に20.25%台にまで引き上げられた後に、1992年から現行の25%になった。軽減税率は、歳入減少の財政負担、徴収の効率化、軽減税率の適用対象品目の区別などが困難などとして、一律25%の消費税による税収を後で、社会保障給付によって逆進性への対処として、 再分配を行う方が効率的として導入しなかった。デンマークで唯一例外的な軽減税率の対象は新聞のみである。2006年の体操税収費では個人所得税負担の割合が51.3%と突出しており、付加価値税の割合は21.3%である。これは手厚い社会保障が基本的に国民の所得税と消費税で7割以上も、 賄なわれていることによる。同じ北欧で6%の軽減税率ありで、25%の消費税であるスウェーデンの47.3を上回る51.6の C 効率性である。スウェーデンの付加価値税が、デンマークよりも C 効率性は、低い理由には、軽減税率と消費者を顧客とする小売り、サービス業で発生しやすい脱税や、電子商取引の発や税率の低い林国での、 国境を越えた租税回避がある。イタリアは1973年に12%で導入された。1997年には20%にまで増税された。欧州危機不況で社会保障費支出は増大して財政赤字が増加していた。そのため、2011年9月にイタリアのシルビオベルルスコーニ政権が付加価地税、 バットの税率を二十パーセントから一パーセント引き上げたが、同税の受け取り額は減少し、四月末までの一年間の徴収額は二千六年以降で最低に落ち込んだ。歳出を減らす方が、はるかに良いと提言された。二千十三年には二二十パーセントに増税された。二千十六年予算安定化法案で二千十七年一月から二十四パーセントへの増税が定められていたが、 2017年予算法で増税時期は先送りされ、2018年1月に引き上げ実施予定になった。軽減税率は4%と10%の2つがあることもあり、市効率性は38.2%である。中華人民共和国において、不加価値税、バットは増地税と呼ばれている。増地税は1984年に17%で、 導入された。今において違う納税人と商品に対し、違う税率が適用する。例えば、農産物や自己販売の中古品は免税。現代サービス業納税人は6%、図書とガスは9%、一般の製品は13%。2019年4月1日から、一般納税人に対し、 税率が2018年5月からの16%から13%まで引き下げる。なお、中国に値段はほぼ全部税込み価格であり、税の数額を明記することは数少ない外国ショップにしか見えない。増地税,税は中国の総税収の60%以上を占めている。日本では1989年平成元年4月1日に3%で初めて導入された。 この消費税導入に伴う、間接税の整理によって、パチンコ場等などの娯楽施設を対象とした、地方税の娯楽施設利用税、トランプ類税、物品税等などの間接税が廃止され、酒税やタバコ消費税などが改定された。税への用途は、社会保障と少子化対策として規定されている、2012年法改正。日本のバットは、 OECD 諸国中で3番目に低く、OECD 平均である19%の半分に過ぎない。C 効率性は65.3である。日本のバット率が OECD 平均を下回っている理由について、小寺のもとは、シャウプ韓国、フランスで世界初導入された、付加価値税が世界に広がったり、自民党が与党だったとしても、一般消費税導入。 税率引き上げを目指すたびに、歴代政権が選挙に負け続けたため、相当な覚悟がないと消費税には手を出せないという、空気が正解では、支配的となったことが、消費税の導入自体を遅らせたからだと指摘している。バット8%への引き上げで、経済に影響を受ける日本に対して、欧州が20%台で平気でいるのは1970年代から、 日本よりもともとバットが高かったからだと指摘されている。日本の低いバットでは引き上げ幅分3%が引き上げ前の5%の6割に相当するのに、対してイギリスでは2011年11月4日に実施した17.5%から20%への2.5%の引き上げは従来の税率の14%相当の上げ幅に過ぎないため景気交代も招かなかった。 スペインはバット16%を2010年以降2段階に渡り3年間で21%に引き上げた。イタリアも2段階の措置を経て2011年に20%を22%に増税した。イギリスでも1979年にバットを7.5%から15%に2倍引き上げた時には景気交代を招いている。 財政赤字のイギリスが20%に増税した2011年直後に、イギリス人記者のコリン・ジョイスは、日本のバットが過去に3%から5%への引きげられただけで、あんなに怒っていた、当時の日本人が理解できないと述べた。財政赤字にはバットを増税して、税収を増やすことと公共支出を減らすことの両方が必要だと指摘した。 その後、2014年4月1日に、日本の消費税率は5%から8%に上げられた。また、2019年10月に、一部は8%に据え置きつつも8%から10%へと、消費税率が上げられた。財政破綻、日本の福祉、日本の医療も、参照のこと。5、おさむき。